日本人が絶対に獲得できない MLB タイトル、優勝決定シリーズ MVP、 上原ワールドシリーズ MVP、 松井オールスター MVP、 イチローシーズン MVP、 イチロー大谷ゴールドグラブ、イチローシルバースラッガー、イチロー大谷新人王、野茂佐々木、イチロー大谷最多勝、ダルビッシュ最優秀防御率なし、奪三振王、野茂ダルビッシュ最優秀救援なし、セーブ王なし、サイヤングなし、首位打者イチローホームラン王大谷、打点王なし、盗塁王イチローエドガー・マルティネス、大谷ハンク・アーロン、大谷ロベルト・クレメンテ賞、そのあたりはワンチャンある。最優秀監督賞が絶対埋まらん。そのうち大谷が取るよ。新人王ってこんな少なかったっけ。野茂佐々木一郎と立て続けに取ったせいで NPB 出身を新人扱いするのはどうかみたいな論争もあったのに。2001年佐々木は打線がアホみたいに8回9回に点取らなきゃ余裕で取れてたよな。何せ116勝やから。佐々木はライバルがリベラやったのが不幸やった。一度は取ってほしかった。一郎しかゴールドグラブ取ってないの難期にひどいよな。最多勝もコロナの短縮シーズンで取れただけだし、投手のタイトルは今後厳しそう。取りにくそうなの一郎が全部取ってくれてるわ。一郎と大谷とダルビッシュしかいないやんけ。ピッチャー弱いな。そう考えるとマックンは期待外れだったな。防御率取ってほしかったわ。山本由伸でサイヤング無理ならもう誰も無理やろ。サイヤング賞は2位や3位は何度かあるけど1位との差は大きいよな。マイケンもあったな。打点王は大谷が埋めるやろ。レンジャーズダルビッシュより今の山本のが明らかに完成度高い。あとは耐久性。投げるたびに爆発炎上か高騰の両極端な時点で完成度って言い方は違和感。ポテンシャルは高いが。山本は安定してるやろ。だから防御率2点台やし、メジャーは打たれるときは誰でも打たれる。前やって最優秀防御率欲しかったのは。管理人のつぶやき、意外とメジャーのタイトル日本人が取ったことあるものがほとんどなんですね。といってもイチローさん、ダルビッシュさん、大谷さんの3人がほとんどを占めていますが、今後は投手タイトルの刈り取りをお願いしたいですね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。